22年2月25日木曜日、第22回おむすびミーティングが開催され、角川市長が京都学生祭典実行委員会のメンバーと学生の街京都について熱く語り合いました。京都市は平成21年2月に大学の街京都、学生の街京都推進計画を策定し、学生が持つエネルギーによる京都力の強化を戦略ポイントとして、学生の主体的な活動を支援し、京都の街の活性化につなげる取り組みを推進しています。京都学生祭典は学生が企画から運営までを行い、京都の大学、経済界、地域、行政がオール京都で支援する全国に例を見ない取り組みとなっています。今回開催されたおむすびミーティングでは、昨年度の実行委員会のメンバーと今年度の実行委員会のメンバーが、パワーあふれる学生の街京都の実現に向け、角川市長と熱く語り合いました。学生たちのそれぞれの熱い思いを聞いて、角川市長は、若い皆さんが京都のために、地域の元気のためにという思いから団結し、祭りを作り上げていく、そんな皆さんの熱い思いに感動しました。これからも大学の街京都、学生の街京都として栄え続けるよう、共に汗をかき京都の発展のために尽くしていただきたいと述べました。